はい、今日は簡単な帽子のかぶり方のコツをお伝えしたいと思います。今日はこちらの中折りハットを使ったかぶり方のコツをお伝えします。まず一つ結びに、下の方に一つ結びにします。で、少し遅れ毛をこうして出していただいて、お手でこの遅れ毛を少しずつ巻いていきます。適当にくるくると巻いていきますね。こんな感じで、はい。で、今私は前髪があるんですけど、前髪はもう入れ込んじゃいます。こんな感じで中にしまってしまいます。はい、で、かぶり方なんですが、このつばの位置がですね、まっすぐになっているよりは少し斜めにしていただいた方がちょっとこなれた印象に見えるので、ちょっと斜めにしていただくといいかなと思います。で、髪の毛なんですけど、この耳がこうやって全部見えちゃうよりも少し半分ぐらいちょっと隠してアレンジするといいかなと思います。